頭の中で記憶が駆け巡り、気づくと同じ場所にいた。俺は実験の失敗作らしき怪物に握りつぶされそうになっていた。無残な死に方だよな。新たな仲間もできたっていうのに。確かに俺たちははみ出し者の集まりかもしれないけど、最高のチームだ。俺たちには素質があった。成功のチャンスもだ。あと少し、もう少しで宝庫へたどり着けるのに。あのドクター M にはいずれ天罰が下るはずだ。せめて宝庫の中身が見たかった。俺の先祖が集めた宝の山を。俺は何かを達成したかな。父さんは誇らしく思うかな。それとも残念があるかな。おかしなことに、今になってカルマリータに対して一歩先へ踏み出せずにいた自分の臆病な心に気づいた。ベントレーとペネロペを見て分かったんだ。ここにカルマリータがいたなら、真剣に、そしてまっすぐに気持ちを伝える。お互いの立場を一時忘れて、一緒に過ごしてみたい。それはもう叶わない。苦しい。耐えられそうにない。に押し入るとはどういうわけだ。正義が果たされるのを見るためよ。正義だと？私は盗っ人どもから宝を守ってるだけだ。あの男を殺そうとしてたように見えたけど。それはスライ・クーパーのことかな。すぐに顔に出るな。それぐらいすっかりお見通しだぞ。クーパーも犯罪者よ。あなたもまとめて刑務所に放り込んでやるわ。私は法を破ってない。正当防衛だ。とにかくクーパーを解放するのよ。話はそれから。女警部さん、悪いがあんたのことは信用できない。
お前を遥か遠くへ投げ飛ばせるぞ。さあ、厄介なこの女をぶっ殺せ。骨まですりつぶして、ついでに裏ごしして、誰も探しに来ないような海にばらまいてしまえ。今のうちにセプターを見つけるか。信じられんバカ者が自ら私の元に持ってきた。愚か者めが。親父そっくりだ。やつはおしまいだ。スライ、スライがいたぞ。まだ息をしてる。生きてるぞ。しっかりしろ。もう大丈夫だ。すぐ船に戻って手当てするから。かなりの重傷みたいだけど、スライなら大丈夫だぞ。いつものスライなら僕たちにセプターを取り戻せって言うはずだ。じゃあ取り返そうぜ。飛び込んで泳いで取り返す、正当だろ、マイメインメンブロー。そう簡単じゃない。あれは電磁波ブイ、金属を探知して船を妨害するために島の周りに設置してある。私たちは木造の船で来たから運が良かったわ。ペネロペの言う通りだ。近づきすぎるとダイビングギアに反応する。はあ、どうぞ。はあ、それは明暗だな、グール。クーパーギャングの中で金属の装備をしてないのはグールだけだ。この海域にいるサメを説得して手を貸してもらうことができればブイを壊せるかもしれないぞ。おりゃじゃん。操ってくれ。そいつで群れに向かうんだ。サメからサメにジャンプして群れ全体を操って、一度操ればその後はどこへでもついてきてくれるぞ。サメの群れを V へ誘導して。気をつけろ。どうやらドクター M が自動防衛システムを作動させたみたいだ。 V の上に飛び降りて作動させるんだ。サメが激しく攻撃を開始するはずだ。お見事。もっとサメを見つけて操れ。
ダメだ。グール、スクーターを手に入れるチャンスはまだある。僕らには素潜り名人がいるだろ。潜水ならデミトリにうってつけだ。ダメだ、ダメだ。そんなことないぞ。今まで誰も電磁波 V からセプターを取れなかったんだ。よくやったさ。でもサメの友達とはさよならしてね。怖いから。ベントレーはスライの看病をしてるから、私が準備するわ。ウィー、亀によるとスキューバだってな。わかったぜベイベー、俺の出番だ。おー、俺のボディは完璧だな。あなた一人でやってもらうけどいい？認めな、子猫ちゃん。駆け引きは無駄だぜ。危険な海が俺を待ってる。俺はビッグでストロングでマッチョな男だ。あのね、まずうぬぼれるのはやめて、次に本気でうぬぼれるのはやめて、さっさと海に飛び込んでスライのセプターを探すのよ。あれはクーパー家の宝庫に入るための鍵なの。子猫ちゃんの甘い唇から苦い言葉。飛び込むよ、愛のために飛び込むぜ。イエイエイ。フライアイ。急いでセプターを取り戻して、ドクター M の怪物が近づいてくるわ。ボタンを長押しすれば早く泳げる。スタミナが切れないように十分注意してね。Oh!
モを狙うのよ。あの怪物を操ってるのは彼だから。仲間になれ、金持ちになれ。思いっきりやられたぜ。完全に捕らえてたのに奴は逃げたんだ。おかげで俺は負け犬よ。あなた最高だったわ。海底でたった一人あの怪物に立ち向かったんだもの。素晴らしき俺のためにキスはどう？俺の唇はオープンから出したばかりのパンみたいに温かいぜ。落ち着いて、約束を忘れた？うぬぼれるのはやめてって言ったでしょ。素晴らしき俺のためだ。お願い、キスミープリーズ。ベントレーを見てくるから適当に楽しんでて。俺はスーパースペシャルなんだぜ、ベイベー。スライ、起きたのね。こっぴどくやられたんだからまだ寝てなくちゃ。もう一撃食らってたら終わりだった。心配するな、大丈夫だ。セプターは取り戻せたか？いいえ、ドクター M が持って逃げたわ。じゃあ行くぞ。いや、どこへも行かせないよ。レーダータワーが誘導ミサイルのセキュリティにリンクしてるんじゃ、ドクター M にもクーパー家の宝庫にも近づけないからね。ちょっと待てよ、ペネロペ。前に話したリモコンカーのことは覚えてるかい？ええ、はんはん、考えが読めた。リモコンカーでセキュリティボットを破壊、エネルギーを吸い上げてタワーのマトリクスを壊すつもりね。そう、リモコンカーをボットパトロールパイプの上。自分の無知をさらけ出すようだけど、二人とも一体何の話をしてるんだい？言葉で説明するのはちょっと難しいから、
実際にやってみせるわ。ぜひ見せてくれ。キング、私のリモコンカーを打ち上げてくれる？はっ！花火を使えば、まさしく鳥のように飛ぶであろう。鳥よ！飛べ！さあさあ、コンピューターに強いお嬢さん。いよいよ出番だよ。L2 ボタンと R2 ボタンでパンチャーを作動させるんだ。パンチャーでセキュリティボットをトラックから押し出してパワーを蓄えるんだ。十分蓄えたらレーダータワーのジャンプゲートを開く。ペネロペ、君って本当に最高だよ。誘導ミサイルが使えなくなったから上空の安全は確保できたぞ。俺も行く。もう大丈夫だ。本当に？俺の先祖の遺産だ。休んでられると思うか？分かった。テスト飛行はしてないけど飛行機で飛べる準備はできている。大変だろうけど、ここで一人で何もしてないよりマシだ。ミサイルを無効化するにはセンサーバンクを潰せばいい。ただしミサイルが発射されてからごく短時間しかチャンスはないけどね。その調子。ペネロペがレーダータワーを壊してよかったよ。でなきゃ今頃誘導ミサイルだらけになって壊れてる。
はシールドされていてキャノン砲は効かない。実は飛行機にミサイル発射装置を搭載しておいた。シールドが解除された。復活する前にやっつけろ。突っておかなきゃならないから。
がる。ちょっと時間をくれ。作戦を考える。もう待てない。真っ向勝負だ。パラグライダーで向かっていく気か？どうかしてるぞ。父親そっくりだ。父さんや俺のことを何も知らないくせに。なんだと？誰がお前にこの場所の秘密を教えた？私の旧友マックス・ウィディか。旧友だって？セプターを奪うための罠だったのか。奴とは一緒に仕事をこなしたことがあった。お前の父親のもとでな。父さんはクーパー家の奉公から盗みを働こうとしたり、裏切り者を仲間にはしない。時は人に妙なことをする。お前たちの本当のリーダーは誰だ？ベントレーか？うるさい。俺たちは同等な仲間だ。クーパーギャングなんて呼んでるが、そんなのはお前の自己満足でしかない。もうやめろ。過去とのご対面だ。ベントレー、いるか？ああ、いるよ。今から奉公へ入るぞ。君とマーレンにも来てほしい。俺たちは兄弟同然だ。一緒に行こう。わかった、すぐ行くよ相棒。やった、キングがバンの威力をアップさせた。離れてくれスライ、すごいことになるぜ。行くぞ、発射だ。シートベルトを。ベントレー、飛ぶぜ。ヤッホー。すごいところだな。ああ、多分少なくても100年ぐらいは経っていそうだ。考古学的にも素晴らしいよ。喜んでもらって嬉しい。でもこの先は一人で行かなきゃならなそうだ。行けよスライ、君のために作られたんだから。僕らはここで見張ってるよ。うん、中は暗そうだ。すごい装飾だな。そこら中にお宝が山積みだ。ここはスライ・ツンカーメン2世が作った。ファラオに仕えて富を得たんだ。紀元前1300年頃の話だな。クーパー騎士団のサーギャレスは騎士であり義賊でもあった。アラビアのサリム・アル・クパール、盗賊40人分の働きをしたそうだ。
スライマック・クーパーは一族でも最強で、どんな鍵も一撃で壊したらしい。ファイヤージャンプを編み出したのは良一クーパーだ。独眼のヘンリエッテ・クーパーは海賊の宝を奪った。彼女に似たのか？キッド・クーパーは開拓時代の義足でレールスライドを編み出した。ビクトリア王朝のロンドンでは、紳士的な泥棒、サディウス・ウィンスロー・クーパーが活躍した。
クーパーは義賊であり義士でもあったそうだ。これは父さんの試練だ。どうやって進めばいいんだ。突破する術を知らない。ラクーナの秘伝書にも載ってなかった。父さん勘弁してくれよ。父さんすごいな。ここが宝庫の最深部だ。ベントレーとマーレーにも見せたかったな。行けよスライ、君のために作られたんだから。僕らはここで見張ってるよ。人生最高の給料日になるぞ。どれだけのお宝が眠ってるんだ。なあマーレ、僕らが脇役だと思ったことはないのか。スライが僕らを助手扱いしてるって。まさか。スライはいいやつだ。俺たちは仲間だ。そりゃそうだけど、完全に平等か。宝庫に入ったのは誰だ。スライだ。僕らは入れなかった。危ねえ。ドクター M の手下だ。僕らが鍵を開けた後押し入ったんだ。こう考えてみろベントレー、お前が宝の部屋にいて俺とスライがここにいたら、スライはどうする。悪党を阻止して友達を守るだろう。そうだ、だから俺もそうする。注意して集中しろ。俺はたくさんの頭をかち割る。間違ってもお前の頭は割りたくないぞ。待ってこい、ウジ虫ども。拳でサンドイッチにしてやるぞ。サンドは好きか。サンドイッチタイム。
減ったんだ。あと3人だけだぞ。それ以上は見当たらない。こいつで最後だ。もうよし、見たかお前ら。またしてもキャプテンマーレーの勝利だ。俺は無敵だ。不動のトーテムボールだ。マーレー、お前はあのマックスウィーニーより強いな。その通りだ。ブレーキが壊れたダンプカーみたいなもんだ。お前のような野蛮な奴と話してる暇はない。じゃあ僕と勝負するか。結構いい勝負になると思うぞ。戦う気はない。我々は同類だ。あんたはスライの父さんの相棒として技術面をサポートしてたんだろ。スライの父さんを知ってるのか。口を挟むなカバ。そうだベントレー、だから私には劣った者の下で働くお前の辛さがよくわかる。確かに僕はみんなより頭がいいけど違う風に考えてる。どんな風にだ。兄弟みたいな絆がある。兄弟？あいつが兄弟愛をお前に説くのはお前を縛り付けておきたいからだ。違う、僕らは平等な仲間だし、それに満足してる。だからあんたを阻止しなくちゃならない。俺もだ。麗しきクーパーギャングがやれやれ。カバクレスの栄光。こいつ見た目より強いぜ。ちょっと助けてくれ。あの像は古代のセキュリティ設備のようね。宝石を石像の頭から外してドクター M の背中に置くと作動するかもしれない。うわあ、見事だベントレー。だが無駄な努力だったようだな。スライのセプターにつけた追跡装置によれば、奴はちょうど宝庫の最深部に入ったようだな。私はたやすくスライの元へたどり着けるわけだ。入れるのはクーパー家のものだけだ。お前や私のような人間がそれを変える時が来たようだ。奴が逃げるぞ。おい、どうする。待って、今何か方法を考えるからさ。その前に言わせてくれ。なんだ。お前は最高だぜ。ありがとう。これは信じられない。サディウスは一体どうやって19世紀に飛行装置を作ったんだ。まだ飛びそうだぞ。おお、間違いなく飛ぶだろう。ドクター M、 あんたもこれをずっと見たかったんだろう。これを求めていた。そしてお前の死を。おい、少しくらいじゃれ合おうじゃないか。私は同等なものとしか話さない。だな。
だけはあるだ、スライ。それだけは言える。あんたと父さんの間で何があったか知らないけど、俺とベントレーの関係とは違う。そうかもしれん。彼は命がけでお前を守った。俺だってそうする。おかしいな、お前の父親は違ったけど。みんな個々に違う。俺は貴族の家系クーパー家かもしれないが、俺は俺だ。ヘンリエッテやサディウス、スライツンカーメン、領一、父さんとも違う。俺はスライだ。お願いだ、気恥ずかしいセリフはやめてくれ。耐えられない。クーパーギャングは薄汚い輩の集まりだ。お前らみんな盗っ人だ。聞こえたか、盗っ人なんだよ。動かないで、二人とも逮捕するわよ。会えて嬉しいよ。私もよ。おや、思い人の登場か。私は負けた。だがお前を苦しめてやる。やめろ。ダメ、彼に手を出さないで。何があったんだ、スライ。ここは一体どこなんだ、スライ。何も覚えてないの。いや、君は誰、見覚えがあるが。私はカルマリータ・フォックス警部。それで俺は誰。あなたは私の相棒のクーパー巡査よ。ああ、相棒か。ここを離れた方がいい。時間がないぞ。行きましょう。スライ、いるのか？スライ。宝庫の壁が崩れている中、ドクター M が立ち尽くしているのを見ていた。ドクター M はクーパー家の宝をずっと狙っていた。どんな代償を払っても諦めようとしなかった。脱出は大変だったけど、マーレーのおかげでクーパー家の遺産の最後をこの目で見送ることができた。ほろ苦い気分だった。旅の終わりはいつもそうだ。僕らはそれぞれの思いにふけっていた。これまで繰り広げた数々の冒険、出会った人たちや通ってきた道を思い浮かべた。僕らは長いことをスライを宝庫に入れるために努力してきたけど、秘密は永遠に封印されてしまった。スライが探し求めていたものが見つかったことを願うだけだ。僕らは島の隅々までスライのことを探すためメンバー全員を集めたが、意外なことに
スライは発見されたくないのだと分かった。いつものようにカードを残していったけど、今回は特別な意味を持っていた。数ヶ月が過ぎてもスライは姿を現さなかった。マーレーは修行を終わらせるためグールーと東へ向かった。リーダーのスライがいなくなった今、僕らは初めて自らの道を歩み始めた。施設にいた頃からずっと一緒だったからなんだか変な感じがする。マーレーとはまだ密に連絡は取り合ってるけどね。彼は戻ってきてプロのレーサーとしてデビューしようとしているらしい。調子は上々みたいだ。マーレーにはどんなこともチャンスに変えるという生まれ持った才能がある。今回もそうだ。それと忘れちゃいけないのがペネロペ。僕の新しいパートナーだ。実を言うと僕は恋に落ちている。スライやマーレーと一緒にいるときは彼女と旅をするなんて想像もしなかった。またみんなとは会いたいと思っているけどね。これが僕らの旅の終わりかもしれないが、大きな何かの始まりになるかもしれない。時が経てばわかる。今度はタイムマシーンを開発してるからね。レミトリはスキンダイバーのセレブになった。女と金に囲まれる毎日を過ごしている。彼からポストカードをもらったけど、ドープか俺様みたいにと書いてあった。まったく彼らしいよ。キングは中国に戻ってマナ娘ジングのそばで幸せに暮らしている。相変わらずジングに言い寄る男たちを花火で追い払っているらしい。この調子じゃ彼女は当分独身だね。グールは奥地へ戻ってドリームタイムを新たな弟子たちに伝授していたが、その中には有名なロックスターがいて、嫌でもマスコミの注目を浴びてしまった。最後に目撃されたのはニューヨークだそうだ。最も見つからなさそうな場所だからだろう。賢いやつだな。